で軽くかき混ぜます。でご飯を入れたら手早くかき混ぜていきます。はい、めちゃめちゃ美味しそうなチャーハンできました。これはい、どうも、料理のお姉さんリスです。今回は全コラボ動画でございます。何のコラボ動画かというと、味の素さんのコラボでございます。僕といえば味の素みたいなところあるんですけども、今回はですね、うまみ調味料なんですけども、このうまみをね、最大限に活かせる料理って何かなと思った時に、僕がね、一番最初に思いつくのがね、チャーハン。僕ですね、毎日チコナチャーハンっていうのを作ってるんですけども、その時にも味の素を入れてるんですね。なんですけども、今回はですね、がっつりとですね、ニンニクを効かせた至高のニンニクチャーハン、これをね、作っていきたいと思います。めちゃめちゃうまいですよ。今回はもうがっつりとニンニクを効かせてですね、うまみの効いたチャーハンっていうのをこれから作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、早速材料説明いきたいと思います。味のつけるのをですね、ほとんどこの、味の素でですね、やっていきたいと思いますんで、こちらは、必ず用意してください。卵です。で今回ですね、卵2つ使います。味の素ってすごくですね、卵との相性がいいんですよ。至高のチャーハンの時も、そうだったんですけども、たっぷり卵1人前に2つ使っちゃいます。これがめちゃめちゃ美味しいチャーハンになります。具材なんですけども、今回ね、もうシンプル。こちら豚こまです。前はですね、豚バラでやったんですけども、今回は豚こま。豚こまの方が入手しやすいじゃないですか。ちょっとね、油の多めのところを選びました。今回これを、細かくして具材にしていきます。はい、長ネギなんですけども、大体4分の1本、 30g ぐらいかな、細かく切って入れることによって、長ネギの香りがチャーハンに移ってすごく美味しくなりますんで、あと食感ですね。ニンニクです。小さめのニンニクのサイズなんですけども、これね、3かけ分、だからたっぷり入れます。はい、これ1人前に入れます。はい、がっつりとした、ニンニクの香りをつけていきます。そして調味料なんですけども、お塩、黒胡椒、お酒、ほんの少しのお醤油です。はい、チャーハンなのでご飯も、あるんですけども、後で温めた、ご飯 200g、こちらに用意しますので、それも用意してみてください。ということでですね、今回ですね、がっつりした、料理を作るためにはですね、やっぱりね、自分もね、がっつりしたドリンクを飲んでですね、元気にいきたいと思いますので、がっつりしたドリンクを用意したいと思います。これですよね。はい、ということで、がっつりしたドリンクでがっつりと僕にパワーをつけていきます。いただきます。最高のチャーハン作れるということで、やっていきたいと思います。長ネギなんですけど、みじん切りです。まあ、これね、おのおの皆さんお好きなみじん切りの仕方で全然平気ですんでね、これぐらいかな。包丁でね、こうやっていつも僕潰してるんですけども、これだとね、なかなか力が入らないっていう方もいらっしゃるんですよ。なのでですね、そういう時は、こういうあのお餅のグラスとかをこう押し付けてもらうと、はい、ね、すぐ潰れますからね、これね。目はね、取り除きます。あのちょっとね、焦げやすいんでね。チャーハンっていうのはですね、ちょっと強火でやるので、目はね、できれば抜いた方がいいです。切っていきます。これね、あの僕なんかもニンニク好きなんで 3かけぐらい入れますけども、ちょっと怖い方は2かけぐらいでやっていただいてもいいですかね。これね、避けときましょう。豚こまって結構細かいんですけども、おすすめはお肉はですね、こうやってですね、あの細かく切る。はい、細かく切って、できればですね、お米ぐらいの、サイズにカットした方が美味しいです。なぜかというと、パンにね、なじむんですよね。だから食べた時にこれで一体感が生まれます。できるだけお米のサイズぐらいに細かく切ってあげると、ひき肉までいかないぐらいですかね。あのバラとかでもできますよ。豚バラとかの方が脂も乗ってて、こってりしたチャーハンになるんですけども、今回はちょっと豚こまでもできるよっていうのをちょっと皆さんにお教えしたかったので、こんな感じですかね。味の素と相性がバッチリの卵、ボウルに割って、まあね、チャーハンを作るときに大事なものっていうのは、下処理を全部炒める前に全部ね、やっとくこと。そうしたらね、焦んないで失敗しません。かき混ぜます。こんな感じで OK です。ご飯を温めておく。チャーハンで使うお米は炊いた温かいご飯にしてください。温かくないと、ちょっとね、べしゃっとなっちゃうので、冷やご飯とか使うと、べしゃっとなりやすいんです。ちゃんと熱々のご飯を用意するのがポイントです。はい、それではですね、ご飯を温めましたんで、材料は全部フライパンの横に置いといて、チャーハンっていうのはこう手早くやるのがコツなので、材料は全部置いといてください。はい、フライパンにサラダ油を大さじ1半、これが大さじ1かな、で半分だからね、ちょっとね、たっぷり使います。油はですね、あのケチらないでください。チャーハンはですね、油が命です。油を、
多めに使うことによってチャーハンがパラッと仕上がります。で、火にかけます。お肉ねですね、軽くね、もう一つまみぐらいでいいんで、軽く下味の塩を入れていきます。フライパンは温めておきます。中火ぐらいで一回熱してください。まあフライパンが温まったらお肉を入れていきます。お肉を細かくして、最初に炒めることによってこの豚の油をですね、サラダ油に移していきます。そうするとですね、非常に香り高いチャーハンになります。これね、ちょっと重要なところです。油だまりを食ってあげると、よくこの豚の油がサラダ油に移っていきますので、焦げ目ちょっとついてきたなと思ったらですね、ここでニンニク入れちゃいます。はい、で軽くさっと混ぜてですね、軽く火が通ってくるとすぐニンニクのいい香りがしてきます。そうしたらですね、ここに卵、こっからはね、ちょっと手早くやっていきますよ。卵で、軽くかき混ぜます。で、ちょっと、スクランブルになったらここにご飯で、ご飯を入れたら手早くかき混ぜていきます。ご飯入れたらね、お玉の方がいいです。細かくこう切るように炒めていくタイプです。で、ここでね、味付けしていきます。お塩ですね。はい、今回ね、小さじ半分使うんですけども、あの薄味が好きな方はちょっと加減してください。ここでお塩と同じタイミングで味の素でございます。1、2、3、4、5、6、7、8、9です。なんで味の素を入れるかっていうと、味の素って余計な香りをつけないんですよ。今回はニンニクの香りを際立たせたい、なので味の素を使います。素材の香りを邪魔しないんですね。ニンニクチャーハンにですね、味の素を使う理由になります。これすごい重要です。ここで長ネギ、はい、そして胡椒。胡椒はね、思ってるね3倍ぐらいでいい。この香りでいける。そしてですね、今回は胡椒少し入れます。もう香り付け程度です。仕上げにお酒です。これね、仕上げにお酒を入れるとこのチャーハンがですね、今かなりパラパラなんですけど、ちょっとしっとりするんですね。これね、完全なパラパラよりもちょっとしっとりしたチャーハンが好きなので、最後にお酒で香りとしっとりさを醸し出していく。で、全体が混ざって、火消しちゃうので、ちょっと味見してくださいね。盛り付けに行きたいと思います。綺麗に盛りたいので、ここに入れていきます。ちょっとね、押し込みます。こうやって押し込んだら、お皿にね当てて、そうするとはい、めちゃめちゃ美味しそうなチャーハンできました。これ紅生姜ね、まあ、ちょっと添えていただくと、あればでいいんですが、小ネギね、ちょっと上に乗せてあげると色合いが綺麗ですので、これですよ皆さん。香りがすごい、香り、はい、至高のニンニクチャーハン、ありがとうございます。はい、それではですね、できましたので早速食べていただきます。いただきます。この見てください、香りがね、あ、うわやっべチャーハンにかけてはね、僕ほんと昔相当作ったんで、チャーハンはうますぎます。卵の分量が多いからやっぱりふわっとしてるんですよね。ふわっとしつつもお米の感じがあってほぐれるんですけども、しっとりしてるという完璧なチャーハンになってます。うん、そしてこのニンニクの香りね、少し焦げたお塩の香りも乗っててですね、非常にうまい。すっとこううまみが入ってくる。この味はね、味の素使ってるからですよ。多くの方々が中華スープの素とかっていうのを使ってると思うんですけども、それももちろん美味しいんですよ。美味しいんですよ。僕の一番美味しいと思うチャーハンはですね、やっぱり卵の分量が多くて卵の相性がいい、この味の素を使うこのチャーハンでございます。そこにニンニクの香りが乗ってね、ガツンという香りもありつつも上品な仕上がりになってる。豚こま肉、これもですね、食感をプラスしてくれて最高のチャーハンになってる。大変なことにハイボールに合います。皆さん、たまらん。味変でラー油とかかけちゃったりして、ちょっと垂らして、うますぎる。これ本当にうまいよ。チャーハンはね、俺ほんと自信あるわ。ということでですね、皆さんこれね、やってください。上品な味するんですよね、これね。鶏ガラの香りではなくてですね、卵の香りとですね、このニンニクの香り、これを生かしたチャーハン、ぜひ食べてもらいたい。至高のニンニクチャーハン、絶対損させません。ぜひ作ってみてください。
大丈夫、食うの俺だから、これ食うの俺ですからね。すげえこぼれたな。皆さんね、お玉でね、綺麗にやるといいですよ。はい、これね、失敗、そういうところも見せていかないといけないんで、このチャンネルは。はい、でも大丈夫、机ね、すっげえ綺麗に拭いてるからですよ。